あ、何このブサイクな感じ。男子なんで私ここよ。ここのマップ好きだ。見られてる？ご視聴の皆さん、おはようございます。吉高です。Xbox One 版の Call of Duty Black Ops 3を早速始めていきます。よろしくお願いします。ガチ初見プレイですね。 ベータ版の時にちょっとテンションが上がりすぎたんで、今回はじっくりスタートします。でですね、早速ちょっとインストール中に設定だけしといたので、マルチプレイヤー行ってみましょう。早速キャンペーンはまあ後でゆっくりやりますけれども、今回は協力プレイなんかもできるので、いろいろ新しい要素多くて楽しみです。さあ、この辺はベータ版とほぼ一緒ですね。スパロ、テンペスト、ウォーマシーン。あ、お姉さんかっこいいですね。そうですね、まあ私は今回またこれで行きましょうか。グラビティスパイク、グリッチ、キネティックアーマーもそのままですね、ありますね。結局うおーってやってたのが気に入ったので、ルイングラビティスパイクで行きます。 OK。 無駄話はいい、さっさと始めよう。英語でよかったの？なんか日本語になってるじゃない。もういいんだけど、なんか設定できるのかな、オプション。あ、そうだ、操作方法を、タクティカルですね。近接が B ボタンでいいんで、しゃがむですね。武器発射、あ、これでいいわ、これでいいわ。 OKOK で、あ、何、近日登場、 BGM トラック、オーディオ、言語選択、日本語吹き替え。あ、できるんだ。あ、すごい。まあ、今回ちょっと最初は字幕、ちょっと最初気分的に、まあ後で気分でちょっと変えるんで、さっさっさと再起動してちょうだい。さて、日本語字幕で OK。 マルチプレイヤー、あ、シアターがある、いいですね。アリーナ、とりあえず普通にマルチ行ってみましょうか。その前にクラス制作しようにも何、まあ最初何もできないんで、とりあえずコアチームデスマッチで行きましょうか。あ、でもなんかこの AI ちょっと待って、気持ちの整理ができる前にスタートした。あ、ビジョンパルスとかキネティックアーマーのアイコンが変わってる気がする。あ、違う、全部変わってる。わかりやすい。特にあの右上ですね。私はグラビティスパイク選択してますけど、オーバードライブの方とね、走るぞと、刺すぞというのはよくわかるですね。わー、いいじゃん。いいじゃん。とりあえず、もう、じゃあ、行ってきます。オッケー、タクティカルになってる。オッケー、マジか、なんかあるぞ。おい、あ、感度が、ちょっと待ってて、ね、今いいか。オプション、オプション、感度、ごめんなさい、ちょっと変えてみよう。はい、この辺はもうベータでも慣れたマップなので。ちなみに今回公式の発表もあったんですけど、途中参加の負け試合はカウントされないそうですね。これ今途中参加で若干負けてますけど、まだまだ全然75点やった。ごめんなさい、これがカウントされないらしいんですよね。Fucking pop boy.
あの One shot, one kill. Won't even hear it coming. あーかっこいいっすね。こういう風になんか途中参加でサクッと負けちゃったやつはカウント入らないいいってことなんで、なんかまあ嫌なことはちょっとでも減らすぞっていうような発表がありましたんで、まあそうですね、途中抜け、途中参加、途中抜けとか気になる方には朗報かもしれないですね。さて、じゃあ今のがまあ短期運転的なしどろもどろになりました。暖気運転的なマッチだったんで、次次行きましょう。いいっすね、なんかこうグダ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 してる感じがキル1ベストで出てますあ、スクリーンショットとかも、へえ、ちょっと楽しいですね。あ、こんな感じになってんだ。あらやだ、かっこいいわ。いいっすね。男前に変えて、まあ、そんな感じでですね。あ、ちょっと待って、アクアリウムやりたい今ちょっとここで終了しましょうと思ったら、これ初めてのマップやりたい。アクアリウムですね。こんな感じのマップですね。シンガポールガーデンズバイザベイ。はい、じゃあ行ってきます。何これ、ちょっと見た目も可愛いこれってひょっとして美容かなんかのリメイクマップじゃないよね。チャポ、あんま綺麗じゃないあんまり綺麗じゃない綺麗じゃないから出るわもう。あ、すっげえ、何これ、あー何これ、楽しい。あ、いい、これ、登りたい、登りたいってか登りたい、上がれんのか、楽しい。私あーすごい、とりあえず水の中全部入る。見える見える見える、あんま入ってると死なないの。あ、プハー言っとんの、やっぱやべえ、シャークバイトって書いてたこれサメがいてなんか食われるとかあったらいいのにな。あ、ナイスビュー。あー、このマップ好き。あ、カッターがある、救命艇ですな。まだ見るから死ぬわけにはいかない。何この、何これ、開いて、あ、ちょっと待って、さて、あ、何このブサイクな感じ。楽しい、私ここよ ここのマップ好きだ、見られてる、あ、いって、ちょっと鼻かゆい仲間 UV だ。楽しい、ここ、好き。ここに住民票置きたい。これホストに近くなったんだな、やたらたるもんね。あ、これあれじゃん、ゴーストとかでお土産屋さん入りたいけど、いる、大丈夫、入っていい、失礼します。お土産屋さんではないの、なんかでっけえ水草ある。微妙に可愛くない、これゴーストの時の方が全然可愛かったですね、この置物。クリア、これリスイッチだね、これ左行くような、カマ行ってるからよしとしよう、あ、左行ってるからよしとしようと思ったら全然関係なかった。よしよしよし、フォー、あんまり綺麗じゃないからすぐ出るよ。わ、何この、このマップ楽しい、こっち行こうか。はい、いいなぁ。これ、あれっすよね。Xbox One
版とプレステ4版で若干解像度が違うんで、ひょっとしたらあのプレステ4版だとこのマップもさらにつっても肉眼でモニターによってもだいぶ違うだろうし、そこまであのはっきり分かるマップ、ダブルキル取りたかったね。水中ショートカットもありなんですね。なのですげえあのあこっち入れ、えあ入れない、光が漏れただけか、入れるのかと思っちゃった。これまたプレステ4版も見てみると楽しいかもしれない。仲間いるな。ナイスビュー。あでもああれだ、映画のタイトル思い出さないけどあれだ、そうだよね、もうこの来るお客さんもいないようなところで我々は戦っています。すごいぐるぐる回ってるだけでも楽しい。あ、ゴミ浮いてる。うん、ダメでござるか。残念。あ、ダメでござるか。なるべく上半身狙わないと倒せないな。さっきの名前の人、ベータの時にもあった気がする。一発も出ないヒットマーク。いらっしゃるね、行ってくれ。倒されてる。水中にいらっしゃらない、水中いらっしゃらない。これ飛び石になってるから上も行けますね。あ、ここいい、このルートもありだな。でもちょっと死にせが良すぎるな、ここから来ると。あ、そっか、ああいう時にグラビティデイズじゃねえや、グラビティスパイクをやればよかったのね。メッサいった、メッサいった。後ろ、何危険なスペシャリスト。うん、危険やわ、確かに。ちょっと楽しい、当てろ当てろって自分に言え。こっちは人で足りてる多分。おお。エイムがブレている。左に寄せる癖があるんですよね、私。なんか左手の方が昔から力が強かったんで、あのそれちょっと気をつけないと。今でもそうですけど握力すごいんで、ちょっとあのね、女性の平均もなんか3倍ぐらいある。もう一人、まあ、力仕事をしてるからでしょうね。まあ、あと左利きですからね。左がどうしても強い。ほいほい。左の力の抜き方をちょっと覚えなきゃね。自分をカスタマイズしていかないとやばいっすね。こっちは人が足りてるか。ほい。このアサルト腰ダメ使いやすいっすね。あ、水中もいる、水中もいる。いやだ、もうちょっとモテモテじゃない。こっちからなんだっけ。え、おっちゃここどこ、あ、シャークバイト。
寂しい終わり方いやでもちょっとこのこのマップ楽しい、あの見た目が楽しいですよね。あと入り組んでるところで走るのが好きなので、あのいいっすわ。あ、しかもこれ BO2 の時のエンブレムっていうかあれがやっぱ出るんだあの3位の人の表情いいっすねいいっすね。あ、私2位に入ってるわ。ちょっとちょっとはちょっとはね動けたかなって、ほんとちょっとだな。いや、アクアリウム楽しいですわ。いいですわあ、いろんなものが、ボディ北極あ、こんな風に解除されていくんだ、楽しい。暗号機も手に入ったところでちょっと、あ、アクアリウムとかメトロとか、うわすごい、え、楽しみ。でもちょっと一変出ますねへー、そんな感じなんだ。で、どうすればいいの。あ、トークンが3つある。編集って何。あ、あ、ここでやるんだ凶暴って何、そんなんなの。あ、こ、あ、そういうことね。北極、北極にしましょうか。なんかいまいちだけど、ジャングル、地球、バイキングってお、バイキングやりたいっすね。どう見てもジジイでしょこれ。やだ、ちょっとかっこいい。スピードは、あ、スピードもジジイ、ボディア、うん、うん、いいじゃないですかこれ何、あ、あ、こんなんもあるんだ。カスタマイズ楽しい。カード裏って何、あ、こういう風に、あ、すごい、なんかマルチでもちゃんとキャラクターの背景があっていいっすね。ブラックマーケット、あ、これで暗号キーが足りません、ポイントっすね。結構今回でもサプライアドバンスオフィアの時みたいにポコポコ出るんじゃないんですね。結構結構貯めないと。楽しい。あ、でもこれやれることっていうかカスタマイズ要素がすごく広がってるんで、このちょっと私自分の弟に似てるこのおっさんをカスタマイズしつつですね、ちょっとこれからしばらくねもうなんかあのスーパープレイとかは全然できないんですけど、あのゲームは楽しくやりましょうっていうのが私モットーですので、まあ、腕が上がるように頑張りつつですね、ちょっと今というわけでこれからはですね、あのコールオブデューティーシリーズをずっとちょこちょこやってるので、ブラックオプス3はもちろんですけど、まだあのハマってますアドバンストオフェアの方もですね、あの同時にやっていきたいなと思いますので、よろしかったらまたこちらのチャンネル遊びに来てください。それでは長々と最後までご視聴ありがとうございます。吉高がお届けしました。失礼します。